がいいんじゃないか。そうだよ、そんなに深く考えず好きな料理を言ってみて。今いろんな人にそれを聞こうと思ってるの。この料理にエビ蒸し餃子を追加するとエビ蒸し餃子は聖になるの。どう？わかるかな？つまり聖、銅と聖を組み合わせることで梅にウグイスのように絶妙な仕上がりになるんだよ。野菜とお肉をバランスよく取り入れ、しょっぱさと甘さでどちらも補い合うってことか。おや、珍しいね。今日は紐なのか。どうわー、ペクジャスが変な声になっちゃったぞ。あ、なんだ、長生が喋ってたんだな。皆さん、今日は薬をもらいに来たんですか。旅人とパイモン、それにシャンリン。冗談よ。あなたが私の冗談を真に受けるから旅人が変な目で見てるじゃない。これは漁師が浅瀬で釣り上げたの。見た感じ何年も海の中に沈んでいたようで、海流によって表面が磨かれたみたい。やいず、このことはまた後で考えることにするわ。それより君たちはここに何か用でも？まさか何か大変な事件でも起きたの？よーし、3人の意見を聞けたね。みんなありがとう。ちゃんと参考にさせてもらうよ。おお、人にはそれぞれ得意分野があるしな。手記を読むと、古代のリユウにはかまど神なるものがいて。古書はあるか？すっごい古いやつ。書庫の掃除をする日に限ってまさか泥棒に会うなんて。僕はただついてきただけだ。まさか幽閉国政もいるとは。うんうん、十分よ。リーウェイは広く神秘に満ちている。かつて存在していたものであれば必ず痕跡を残すわ。旬の野菜を使った汁物、魚介の蒸し煮、煮物、この辺りが好きだな。オイラのイメージとぴったりだ。そしてお前たちは？オイラたちの友達だ。シャンリン、グオパー、それに国政。こんにちは。いつによるとかまど神はキリシュウに姿を現したことがあるの。旅館の上の階にいる人知ってるよな。背は高くないが顔のいいあの人のこと。北西200里先にキリシュウが位置する。そこには多くの集落がある。ここに慣れてるのね。私とグオパーはこの席がいい。ラララララ。これが祖父の残した手記にあったレシピよ。おお。師匠、最近どう？元気だった？こんにちは。師匠、実は聞きたいことがあるんだ。かまど神って知ってる？もしかしてかまど神と知り合いなのですか？
皆の予想通り、わしはかまど神と知り合いじゃった。それを仙人のしきたりとは無縁。ガンテーク国政様、本気強く自分が決めたことは最後まで成し遂げる子じゃ。